はいどうも、ノベリオタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、少し前にですね、お夫婦さんにご提供していただいた水彩毛筆36色セットを徹底レビューした動画を上げさせていただいたんですけども、まだねこちら見てない方はよかったら概要欄にリンク貼っておくので、そちらからご覧ください。そして今回はですね、そちらの徹底レビューした動画で使った水彩毛筆を使ってですね、僕にとって人生2度目の水彩画に挑戦しようかなと思います。今回のイメージは、ひまわりくんをですね、なんかぬいぐるみのようなちょっとポップさをですね交えて描きたいなと思います。水彩毛筆を使ってどのようなアートが生まれるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。では皆さん、最高のアートの世界へレッツラゴーゴーゴー。では皆さん、また後で。I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'mOff at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed?ということでね、今回このような形でひまわりくんの世界観のひまわりくんをポップに仕上げてみました。いかがでしょうか皆さん。めちゃめちゃ可愛くなったんですけども、ひまわりくんがねめちゃめちゃ縫い目がね縫ってあるんですけども、そう縫ってるのってなんか絵としてめちゃめちゃ可愛いと思いまして、これねぜひ真似してほしいんだけども、普通にね自分が好きなキャラクターでもいいんだけど、線を入れてちょん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 ってやることによって、このような形で縫い目みたいな感じになるんだよね。これってめちゃめちゃ可愛くなるの、何でも可愛くなる説あるから、ぜひ皆さんもですね実行していただけると嬉しいなと思います。まあ、今回ねお夫婦の水彩毛筆36色セットを使ってみたんですけども、まあね前回同様めちゃめちゃ楽しませていただきました。自分がですね使ったことない画材を使ってアートをするっていうのはですね、僕のアートの世界も広げる一つになるのでね、めちゃめちゃ嬉しい一つだなと思いました。ぜひですね水彩毛筆が気になった方は、よかったらですね概要欄にAmazon のリンク貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。今回ねこのような形でひまわりくんの世界観、ひまわりくんを塗らせていただいたんですけども、まあ、人生において水彩画っていうものはですね2度目になりますが、このような形でですねめちゃめちゃ可愛くできたかなと思っております。まあ、これからもですね水彩毛筆を使っていろんなアートに挑戦したいと思いますし、まあねまた次回とかには塗り方とかも紹介していこうかなと思います。僕は基本ベタ塗りをですね主に使っていくんですけども、ベタ塗り以外にもたくさんのね塗り方っていうものがあるので、この水彩毛筆を使った塗り方とかもですね皆さんに教えていければなと思います。ではね皆さん、また明日以降の動画でお会いできることを楽しみにしております。明日はどんなアートに出会えるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に明日も楽しみましょう。では皆さん、また明日、バイバイ。ありがとうございました。ぜひ皆さんもですねこのような形でポップに仕上げてみてください。では皆さん、また明日。 Thank you pop、 バイバイ。This could be good for me. Lately I was feeling